はい、今回は盛岡市東千北1丁目にございます売りアパートのご紹介です。賃貸市場でも人気の千北エリア、今回は1250万円と思い出が安い価格も魅力の物件です。レントロール資金計画は番組の最後に。はい、場所はこちらです。カーナビの方は盛岡市東千北1丁目2の44でいらしてください。千北町内はですね、入り組んでおりますので、道のりの動画を参考にしていただければと思います。はい、間取りはこちらです。 7.5 畳の 1K ですね、の4世帯になります。お部屋によっては和室のままのところもあるようです。はい、ただいま千北町駅をですね、南下しました。生協さんですね、ペルフの交差点を左折です。東に向かいます。千北町、千北中学校がですね、右手に見えてますので、校庭の東側のですね、こちらの路地から、入っていきます。あとは道なりです。本当にね、千北町1本入るとですね、この通り細い道路ですよね。しばらくしますと左側にですね、見えてまいります。はい、こちらです。道路は、西側4メートルの、盛岡市道に面しております。今見ていただいているこの雪かきになっている部分が駐車場1台と、あとアパートの目の前ですね、この雪が山になっているところが1台ありまして、計2台です。続いて中見てみましょう。トイレ、お風呂ですね、分かれているのはポイント高いですね。プロパンガスの、給湯器がついてます。この部屋は、ウォシュレットもついてましたね。なかなか綺麗なんですよ。 7.5 畳フローリングでですね、二重サッシがついて、エアコンがついて、本当必要にしてね、十分な設備はございますね。収納もですね、一間幅のものがついてます。これでですね、家賃が2万8000円、2万9000円ということであればですね、十分に入居者見つけれると思います。ですね、キッチンの方も見てみましょう。洗濯機置き場ですね、古い物件だとこれなくてですね、なかなか決まらない場合ありますけど、こちらはついてます。と、上の段がですね、令和4年1月24日時点での状況です。部屋が1室空きと、あと駐車場もですね、1台分、空いております。で、下の段がですね、満室想定ということになってます。表面利回りが 12.09%、 固定資産税が年間3万4000円ということですね。経費かからないのが魅力ですね。はい、こちら資金計画の一例です。費用合計には、登記費用とか仲介手数料等を含んでおります。この方の場合は約半分をですね、自己資金で650万と、その他の部分を借り入れ700万で賄った場合の例です。3年前のですね、駿河銀行さんの事件以降、なかなか満額借り入れっていうのはね、難しくなってはいるようです。いかがでしたでしょうか。千北エリアは賃貸、土地売買ともに人気があります。小ぶりなため経費がかからず、オーナーチェンジ、解体など出抜き戦略も立てやすい物件です。地価もですね、緩やかに上昇傾向にあります。個人の方、法人の方問わず、資産の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。お気軽にお問い合わせください。